胸キュン。それは心に咲く甘い痛み。その神秘を紐解くべく、ガラケー時代から伝わる大人の読み物アプリ、百シーンの恋プラスをバイブルとする秘密の研究機関があるという。中澤正人も佐藤拓也の胸キュンラブ from 百シーンの恋プラス。サポートの皆さん、こんばんよう。胸キュンラボ研究員の中澤正人です。同じく研究員の佐藤拓也です。こんばんよう。さあ、このラボでは、応援してくださっている皆さんをラボサ、ラボサポーター、略してラボサと呼んでるんですけれども、この度アンケート調査を行ったそうで、これは非常に興味深いデータ取れましたよ。面白いですね。というわけで今夜のテーマはですね、ラボサ徹底解剖&カンファレンス特別ショートドラマ。あ、そうなんですよ、はい。当研究所はラボサの皆さんに何を還元できるのかということをね、今回の調査を通じて尽力していきましょうということでね、で、カンファレンス特別ショートドラマっていうのはあれですね、第1回のカンファレンスの時にイベントの時のね、後編にやったやつですね。で、会員限定パートで、アンケートでご要望の多かった配役でお送りしますということで、こちらの結果もね、ぜひお楽しみにしていてくださいますね、はい。ということで、今回も研究と解析を深めてまいりましょう。胸キュンラボ開講のお時間です。中澤正人も佐藤拓也の胸キュンラボ from 百シーンの恋プラス。百恋徹底解剖。ラボサ徹底解剖をテーマにお送りしております。今回の胸キュンラボ、皆さんにご協力いただいたアンケートから明らかになったラボサポーターの傾向と実態を紐解いてまいりましょうということで、こちらに円グラフで様々なデータがございます。ビッグデータだよ。いや、これはすごいね。まずね、居住地、居住地、お住まいのね、皆さんね、お住まいの地域割合、なんとですね、50.5% の方が関東にお住まい。関東やっぱ強いね。次いで近畿地方が 18.6%、 東海地方 7.2%、 九州地方 5.2% というふうに続いております。そのまま人口 の割合みたいな。そうね、日本のね。そう、だから日本人口全国の何割かが聞いてくださってるという、ありがとうございます。まま全人口の5割が聞いてくれているという、はい、あ、主語がでかい、ごめんなさいごめんなさい、主語がでかいね。そんなに聞いてくれてたら嬉しいけどね。申し訳ございません。次はね、血液型ですって。これは最近アバターもやったのも相まって、やったね、ちょっと興味のある項目なんですけども、一番多いのが A 型でしょうね。でしょうね、なんだ。いや、なんかやっぱり A 型多いイメージ。まあね、全人口にね、こう照らし合わせても。あと続いて O 型。で、B、 続いて B で、その次が AB。なんか、これもなんかそのままの割合で分かれてんな。さあ、続きまして、はい、インドア派かアウトドア派なんかなんですけども、これはもう、これはね、多分ラボさんの傾向なんでしょうね。インドア 84.5%。 これは室内での研究に皆さん勤しんでいるという、そういうことですね。ここでございますね。ね、推し活であったりとかね、これ推し活という意味ではだよ、次の趣味、このグラフすごいぞ。これね、割れたんですけど、割れたんですが、なんと1位はその他。推し活でもゲームでもない。なんなら推し活は全体の 12% だ。ゲームが 9%、 音楽鑑賞 5%、 読書 9% というふうにですね、割れに割れまして、その他ってのが 31%。 おー、いいね。例えば何なのかってことを知りたいじゃん。すごい知りたい。結局このデータだとあんまり傾向が分からない。エトセトラエトセトラでさ、まあでも世の中本当にこういろんな名称の趣味というか、まあそうね、遊びであったりとか、そういういろんなもの増えたなって思うから、いろんなエンタメもありますからね。このカテゴリーで縛れないところはありますね。そう、手芸ハンドメイドでもなく、映画鑑賞でもなく、ドラマ CD でもなく、動画配信アニメ感激楽器演奏漫画その他もろもろひっくるめた上でその他みたいな。もしかして複数でその他ってなってるかもしれないね。そうね、それぞれ今言ったやつはね、項目ちゃんとあるんですよ。はいはいはい、にもかかわらずその他の方が多い。
例えば何なのかっていうの知りたいですよね。知りたいですね。そのちょっとまた今度の今後の研究でね。はい、はい、はいはい。続きまして胸キュンラボ視聴曜日。あ、これね。これもなかなか興味深いんですけど、まあまあまあ一番多いのは 53.3% で当日金曜日、その日のうちに聞いてくださっているということで、はいはい、もしくは次の日の土曜日ってね、はいはい、わかります、わかります、うん、であとは休日であったりとかですかね、うんうん、ってなりますけれどもね、これもなかなか面白いですね。そして視聴時間、うん、まあまあまあ圧倒的に多いのは、リアルタイムですね。配信開始21時から0時までの間、はいはいはい、で次が意外と多いのが0時から翌6時までの間ですね。5時59分までいろいろ落ち着いた後みたいなんですかね。ど深夜 16%、うん、はいはい、で朝が3そうついて朝なんですよ。だから6時から8時59分の間、朝出勤中とかね、まあそうだろうな、登校中とか で、ね、あとはお仕事学校終わりの18時以降というふうに続きますね、はい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 、なるほど面白いですね。なんだこれなんだこれ、どちらかというとどちら派？チキン研究員、東土研究員。ああこっちも取ったの？取った。どれどれ。これ、結果なんですけども、55.2% でチキン研究員。東土研究員。お怒りですよ。お怒りなの？お怒りですよ。これでも僅差とはいえ。いやでももう次やったらまた分かんないですけどもね。あ、そう？ため息つきましたよ。ため息ついちゃったの。そうなの。大丈夫だって。でもほぼ半分それぞれちゃんと愛されてるわけだからさ。あ、なんか今ちょっとチキンがマウント取ったような顔して泣いてんじゃないか。なんかおどけた顔してさ。というわけでですね、いろんなアンケート取らせていただきました。これは非常に興味深い、いや、面白いですね、はい、面白いですね、これ、というわけで、この時間ではですね、一応その1ということでアンケートをご紹介しまして、はいはい、この後はまだまだちょっとより深めた感じのアンケートをですねご紹介してまいりますので、そちらもお楽しみにしていてくださいね、はい、以上ラボサ徹底解剖パーソナル編でございました。中澤雅人も佐藤拓也の胸キュンラボフロム百人の恋プラス。ここで百人の恋プラスのお知らせです。ニュースその1、百人の恋プラスではマスキスVIPイベント彼と彼女の30シーン愛しい気持ちをこらえられなくなる瞬間を6月1日水曜日まで開催中です。彼女への愛しい気持ちをこらえられなくなる瞬間、キスしたくなる瞬間、日常のちょっとした瞬間、さまざまなワンシーンをお楽しみください。詳細は百人の恋プラスアプリ内にてご確認ください。ニュースその2、百人の恋プラスではVIPストーリーイベント、そろそろてっぺん決めようかを5月28日土曜日まで開催中です。特捜公安9名の23人が本気のじゃんけんバトル、全23人の2人きり、俺の彼女なら勝たせてくれるようなストーリーも、愛する彼の戦う姿見逃さないで。コンプ特典は豪華コラボ漫画、詳細は百人の恋プラスアプリ内にてご確認ください。ニュースその3です、百人の恋プラスでは今年の6月で5周年を迎えます。5周年を記念して6月百人の恋プラスアプリ内で周年企画を実施いたします。楽しいイベントが盛りだくさんとなっておりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。以上100恋ニュースのコーナーでした。というわけで、お送りしてまいりました胸キュンラボ。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。投稿は胸キュンアンダーバーラボアットマークボルテージ .co.jp 宛てに送信してください。さらに胸キュンラボチャンネル会員になりますと番組アーカイブをお楽しみいただけるほか、会員限定の研究レポートや100恋ショートドラマをお聞きいただけます。今夜のドラマは第1回カンファレンスで好評いただいた特別ショートドラマをお届けします。アンケートで要望の多かった配役でお送りします。どうぞお楽しみに。はい、というわけで今回の一般配信はここまで。お届けは中澤雅人と佐藤拓也でした。今週も胸キュンな週末をお過ごしください。